仕事を猛烈に早く終わる方法。精神科医カバサー師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。枝豆さん、23歳女性、社会人2年目になりました。仕事が毎日さばききれず頭がいっぱいになり、余計にミスを誘発します。どうやって休みと仕事頭を切り替えますか。仕事がなかなかねできないっていう人が多いと思いますね。仕事がなかなか終わらないとか、他の同僚の人と比べたりして自分の方が仕事の能力が劣っているとか、あるいは定時でなかなか仕事が終わらなくて定時で帰られないとか、そういう人っていうのがたくさんねいらっしゃると思うんですね。新入社員でね入社した人もいらっしゃると思いますし、これから仕事を頑張ろうと思ってる人のアドバイスとしてもいいと思うし、入社して2年目3年目4年目5年目ぐらいの人に言いたい話なんですけども、仕事がうまくいってない時にあなたがやるべきことは仕事を頑張ることではなく仕事術を学ぶことです。仕事術っていうのは時間の使い方である、時間術であるとか、そういう会話とか話し方とかコミュニケーションであるとか、あるいはそういうプレゼントか話し方とか、あるいはノートの付き方とかメモの使い方とか、そういう仕事術の本って山ほど出てますし、私もそういう紙時間術とかアウトプット大全といったような本をね出しているんですけども、仕事術を学ぶってことがとても大切です。会社でも研修とかね、入社したら新入社員研修とかありますけども、そこで教えるのは会社でやるべき具体的な仕事、仕事術的なことを、例えばマナーとかそういうことを教えてくれるいい会社もあると思うんですけど、基本的にその会社においてどういう仕事をして、どういう段取りで仕事を進めていくかっていう具体的な段取りみたいのを学ぶことが研修だと思うんですね。なので例えば時間の使い方をどうすればいいでしょうかとか、午前中は集中力が一番高い時間帯なので仕事がものすごくはかどりますよなんてことは会社では教えてくれないです。カバさんの本には書いてあるし、カバさんの YouTube ではよく言ってますけども、だからあなたが仕事を早く終わらせたいとか、もっと会社の仕事で活躍したいと思ったならば、会社の上司や先輩の言う仕事をやるということは当然なんですけども、それは当たり前のことなんだけども、それだけではなく仕事術というものを勉強しなきゃいけないです。仕事術を一番勉強するのにいいのは本を読むってことですね。そのためのビジネス書っていうのがあります。実際には何か講座のような、私もセミナーとか講演とかやってますけども、そういったものを勉強していくっていうのもいいことなんですけど、最初はまず本から入るっていうのが基本だと思うんですね。なので仕事術を学んでほしいということです。仕事が終わらない人はまず読書をしてほしいということです。仕事が終わらない人はまず仕事術を勉強しろっていうことですね。ということで岡場さんの本で言うとアウトプット大全とか紙時間術っていうのが相当するんですけど、そういう本を読んで自分なりに時間の使い方や仕事の仕方というものを工夫していく、そうすることによって生産性というのは確実に上がります。 20-30% ぐらいは十分上がりますし、私の場合は10年前と比べると3倍ぐらいの仕事量ができるようになりました。本当にそうです。実際皆さん私のアウトプット情報発信とか見てると尋常じゃない量を発信してると思うんですけど、意外と時間かけずにですね、遊び時間も2倍も3倍も皆さん遊んでますから、思った以上に効率的に時間を使ってるんですけど、それは工夫してやっていかなきゃいけません。私の場合は50年間工夫したものを本にして書いてるので、皆さんが自分がゼロから工夫するよりはそういった本を読んで学んだ方がいいんじゃないかなというふうに思うので、仕事が終わらない人はまず読書しろ、仕事が終わらない人はまず仕事術を学べ、ぜひやっていただきたいと思います。特に新入社員の方や入社間もない方っていうのは仕事術の基本っていうのが全くできてないので、ものすごい無駄なことをしている人がたくさんいらっしゃいますから、よく言えば仕事効率を2倍ぐらいに増やすということも全く不可能ではないので、ぜひ読書をし、ビジネス書を読み、仕事効率をアップさせていただきたいなと思います。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント。ダウンロードはコメント欄のリンクから。